大型で非常に強い台風15号ボラウェン、現在南鳥島近海にありまして、明日には日本のはるか東海上へ抜けていく予想です。現在の台風の進路確認をしてみますと、ご覧のように北東の方向に進んでおりまして、明日には大型ではなくなり、その後非常に強いから強いとさらに弱まっていくということになります。また現在の位置でも小笠原諸島近海から東の方向にだいぶずれてきているといったような状況です。ただこの台風による波風の状況というのはまだございます。天気図の方で見ていただきますと、こちらが台風15号、これに波の予想の方を見てみますと、まだ今夜の段階では波の高さ、高い状況が小笠原諸島周辺のところでも引き続く、また本州の南海上でも南からのうねりが入りやすい状況ということになっております。そしてこれが土曜日の午前9時、15時、21時と土曜日の後半になってまいりますと、波の高い状況、小笠原諸島でも次第に解消、うねりの方も次第に解消されてくるということになりそうです。台風の最新の状況はウェザーニュースアプリでも確認いただけます。